ゲームがここ東京ドームで始まろうとしています。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。さあ、ジャイアンツこの回2点を失ってなおピンチの場面でピッチャーの交代です。5回3分の2を投げ3失点という内容でマウンドを降ります。先発のグリフィンに代わって平内龍太がマウンドに上がります。昨シーズンは11試合に登板して1ホールド、防御率は 3.95 という成績でした。バッターボックスには代打の山本。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあできれば三振を取りたい場面ではありますね。なるほど。さあどう組み立てていくのでしょうか。まず際どいコースをついてきました。外れましたか。ボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低めの変化球空振り、追い込みました。アウトコース、これは見送ってボールです。これでフルカウント。スリーボールでしたから狙っていきましたけど、際どいボールだったんでファールでできましたね。見逃しで三振を奪います。この回点は取られました。里崎さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。そうですね。まあビハインドではありますけど、まだどちらに流れが来てるとも言えないんで、まあとにかくここは我慢でしょうね。その我慢から攻撃につなげていきたいところです。変化球空振り、ワンアウトです。今日はバットが沈黙、ノーヒットに抑え込まれているバッターの佐野です。赤星さん、今日ノーヒットの佐野ですが、今日はバッテリーがいい感じで抑えてますから、ここも続けたいですよね。そうですね。先頭バッターの牧は三振、まずはワンアウト。変化球で空振りを取ります。いやー、しっかり低めにコントロールできてますよね。いやー、素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。バッターは4番のオースティン。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。156キロがいきなり出ました。ワンボールワンストライクです。内側厳しいコースですが、ボール先行です。厳しいコース、バットには当たりません。逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。五分五分、勝敗つかずということになってしまいました。赤星さん、両チーム全く譲りませんでした。本当そうですよね。お互いよく踏ん張ったと思いますね。まあ引き分けにはなりましたけど、今日は面白いゲームだったんじゃないですかね。そうですね。ファンも大満足のゲームだったのかもしれません。結果として接戦の末、両者譲らずの展開になりました。ご覧のように今日のゲームは引き分けで終了です。この辺りで東京ドームから失礼いたします。